こんにちは、ヤギ飼いの春です。今回はヤギを飼いたいなと考えているけれど、まだヤギを飼っていない人のためのアドバイスをさせていただきます。赤ちゃんヤギは小さくてモフモフしていて可愛いですよね。最近はちょっとしたヤギブームでヤギをペットとして飼う人が増えてきました。小さい時は本当に可愛いんですけれど、大人になるとヤギはとても力が強いので、飼い主の体力、それがとても大事になります。牧草を飼う、雑草や木の葉を毎日採取する、そういうことも経費、体力ともに必要です。大きくなっても飼い続けられるために必要なノウハウを、これから時間をかけて少しずつお話できたらなと思っています。それではまた次回お伝えしますね。